一心ですよ、これ。全部お肉食べてるような雰囲気になります。厚揚げをね、1個を18個に切って薄切り、どんなお肉でもいいですよ。薄切りをむくみさんが巻いてます。どんな方向でもいいから、とにかく厚揚げが隠れるようにくるくる巻いて、でギュッ、もう一回ギュッ、はい、ほら、お団子になりました。すごい楽でしょ。ほら、いっぱい肉団子できました。一つの厚揚げでね、こんな感じだから、豚さんをいっぱい殺さないためにも、中はね、お豆腐にしといてあげたらね、アニマルウェルフェアでね、動物の命が守られます。体にも実はいいんですよ、このようなバランスが取れてると。中にね、片栗粉が大さじ2強入ってるんですけども、でいっぺんにドサって入れないで、2個ぐらい入れて、また空気入れて、フッフッフッって振るの、うん、で開けてみましょう。ほら見てごらん、全部平等にうっすらついてるでしょ。このぐらいの塩梅がいいよ。そしたらね、お肉が焼けたら、このヤムヤムのタレ作ったのね、レシピ、説明欄に出しときます。すごい簡単なの、このヤムヤムのタレ。ご自宅のものでできちゃうと思うので、ざっと入れて、で、あとは絡めていきます。ほら、おいしそうな色になってきたでしょ。間だけグツグツします。中までね、ちゃんと熱くしたいから。はい、できたかな。開けます。うわー、グツグツしてて、ちょっと調味料もほんのり焦げてきた感じが美味しい時ですよ。香ばしくなってきたら、はい、では盛り付けましょう。たった厚揚げ1枚やそんなボリュームになるんです。でお肉1枚食べるたびに大豆製食品を召し上がれるので、レシチンっていう成分もね、体に取り入れられます。レシチンっていうのはどういうふうに必要なのかって言ったら、血液中に入っているコレステロールを包み込んで出してくれたり、あと妊婦さんの子宮の羊水にいっぱい入ってたり、細胞分裂してね、脳を作っていく上でね、脳が詰まっちゃうといけないので、赤ちゃんのね、だから羊水にもね、レシチンがいっぱい入ってんです。正しい脳が作れますようにって。でもちろん大人の人も子どもの人も、脳細胞にレシチンがいっぱい入ってます。レシチンっていうのはアセチルコリンの伝達物質として大事なものなので、要は詰まらないようにしていくのが大事なので、うん、レシチンいっぱいね入ってる食事にするっていうことで、お肉半分、大豆半分っていう感じで作ってみました。美味しいんですよ、これ。全部お肉食べてるような雰囲気になります。出来上がり。